YouTube のコメントで、なんだっけ、害虫除けのスプレーの話をしてほしいって、まあ、コメントが来たんで、それについて今回動画撮っていきたいと思います。で、俺が作ってたまーに使ってるのが、この唐辛子焼酎になります。アルコール度数の高い焼酎に、まあ、鷹の爪唐辛子を入れて置いとくだけ。これを、霧吹きに入れて、水で薄めてスプレーするっていうだけです。結構きついですよ。いや、散布してでも自分の鼻とか喉に来る感じの匂いね。唐辛子と度数の高いアルコールとで蒸せ替えるような匂いします。で、使ってるアルコール、渋柿作ってるんで庭で、その渋抜きする用のアルコール 47% のやつ、まあ、これ使って余ったやつを使って作ってます。で、これ例えば、今回今この中に入ってるのは唐辛子だけなんだけれども、唐辛子だけじゃなくて、ミントとか、まあ、ハッカとかそういうのの総称をミントっていうらしいんだけども、ミントの葉っぱを入れておけば、それもまた虫除けの香りになるんで、いいんじゃないかなと思います。まあ、そういうアレンジをしたり、あと、例えば毒ダミとか、その辺にいっぱい生えてると思うんで探せばね、毒ダミ。その葉っぱを入れてみたりとかして、アルコールによってそういう成分を抽出。ほら、陽明酒とかも、アルコールで、その、薬草の効能を引き出して、それを飲むっていう感じでやってるんです。まあ、それに近いのかなと思って、アルコールで抽出する方法があるらしいんで、まあ、それっぽい感じで考えています。で、ただ、この害虫除けスプレー、ね、自然農薬とでも言うのかな、こういうのって絶対的な効果があるものではないんで、まあ、これだけで害虫が防げるというものではないです。ね、絶対じゃないです。化学農薬の普通の殺虫剤とか、そういうものに比べたら全然効果は薄いと思いますよ、全然。殺すもんじゃないしね。寄せ付けない力も、おそらくつか、まあ、まず間違いなく、劣ってます。ああいう薬品に比べれば。だから、これも使うけれども、畑の中に、クモとか、カマキリとかもいるような、要するに液中ね、害虫を食べてくれる。あとは、害虫でもない、液中でもない、ただの虫とかを食べる肉食の、昆虫。今喋ったクモ、カマキリ、七星テントウもあれはほら、アブラムシとか食べるから肉食なんだよ。ね。とか、そういうものか。あとなんだろう。あ、トンボもか。トンボはまあ、勝手に飛んでくるから、そこに住んでもらうとかとはまた違うんだけども、そういうような液中を呼び込む畑、液中が来たくなる畑を作った上でこういうのも使うというのが大事かなと思います。で、液中が来たくなる畑っていうのは、要は食べ物がある畑なんで、これまたね、害虫除けしたいんだけども、まあ、ちょっとしたら矛盾っぽくもなるんだけども、害虫もいる。そして、液もなさない、害もなさない、ただの虫がいる、生き物がいっぱいいる畑を作ってもらえれば液中は来るんで、ね、害虫を、発生を抑えるために、これを使いたいけれども、それだけじゃ不十分。じゃ液中の力も使おうっていうと、害虫もいなきゃいけないっていう。まあ、こういうバランスを作ってみれば、また違ってくると思うんで、畑の表情というか環境がね。害虫もいれば確かに困るよ。ね。俺もかなりトマト、今年タバコが食べられたり、なんだ、あとは、ほら、二重ヤホシテント、ニセテントっていうやつに葉っぱ食べられたりとか、ピーマンとかナスとかもね、そういうのもあったりして、結構困ったけれども、あいつらもいないと、畑の環境ってものはできないんだっていうことを一つ念頭に入れて、そして彼らがいることで、液もなさない、害もなさない、ただの虫もいることによって、液中がやってきて、結果、害虫の異常な発生を抑えられるっていうこと。で、これはその一助、お手伝い、一時しのぎっていうか、まあそのくらいしかならないんだよっていうことも一言俺は添えておきたいなと思います。今日の動画はこれでは以上なんで、まあ、とりあえず、唐辛子とかを度数の高い焼酎に入れて、ミントとかも、毒ダミとかもいいのかな入れておいて、まあ、1ヶ月、2ヶ月置いて、その後水に薄めて、巻くと。そうすると結構ね、防げるかもしれないです。
まあ、俺も劇的な効果あったかっつうと、本当にそんなにね、やっぱり薬品とかのに比べるとないと思うんで、薬品使ったことないけれどもね。うん。でもまあ、やらないよりはマシかなという感じです。それよりもやっぱり俺は、液地を呼び込むような環境づくりっていうものをしてほしいなと思います。